都市伝説と思われた1の1ボール超え、本当にできるんです。まずあののこのこを空中で踏みます。ぴょこ、っていう音が聞こえましたか？画面の上に思いっきりジャンプすると穴に落ちたのこのこが踏めるんです。のこのこが落ちて復活すると地面の中をどんどん歩いていきます。このまま一緒に歩いてゴール前まで連れていきましょう。ゴール手前まで来ました。あののこのこをもう一回、空中にジャンプしてポールの手前で踏んでみましょう。タイミングはシビアです。のこのこを踏んだ時少しホップするので、その勢いでゴールのポールを越えてしまうことができました。お城の入り口には入れません。お城の入り口から次のステージに行くことはできないようです。走っても永遠の地平線。マリオさん、明日に向かって走るのだ。